一つは、まあ、これは要するにフランドルの画家に多い、まあ、教訓画っていうか、うん、何かをこう風刺した絵だと。だからつまりこれは誇張してるよと、デフォルメして描いてるんだという説ですね、うん、もう一つは、いやこれは写実だと、こういう人がいたんだという説ですよ、うん、だからこれはちょっと誇張してますよ説と、いや正確です説と、あんだけ写実的に描く人がデフォルメして描くはずがない。まずその写実派の説の方から触れたいですけども、誰が言い始めたかっていうと、これ最近なんですよ、うん、言い始めたのはしかもお医者さんなんですよ。これ1989年にロンドン大学ユニバーシティカレッジオブロンドンの外科の教授のね、マイケル・ボームさんっていう人が、これは骨ページェット病っていうの、それだというのをブリティッシュメディカルジャーナルに発表したんですよ。骨ページェット病っていうのは骨が変形してしまう病気なんですよ。日本だと変形性骨炎とも呼ばれるんですよ。でそのパジェット病だかページェット病だかが顔に出るとこういう顔になるんだと、医学の方ではこれはリアルだっていうことになってるらしいんだけど、美術史の方では風刺ですよという説が定説なんですよ。なんでこんなの書いたのかっていうあれで、昔からよく言われてるのは、この人の時代のオランダのロッテルダムにエラスムスっていう人文主義者がいたんだよね。世界史の教科書に必ず出てる人ですよ。これはマサイスが書いてるんですよ。マサイスはエラスムスの絵やたらいっぱい書いてるんですよ、うん、エラスムスの書いた著作はって、世界史の試験に必ず出てくるのがチグシン第三っていうやつなんで、うん、だから愚かな神を褒めたたえるっていう風刺的なエッセイと言っていいのかな、うん、それがあるんですよ。それすごく売れたんですよ当時。そのチグシン第三の中にね、この人が書いた本の中に、未だ男に媚び鏡の前から離れられず、吐き気を催させるようなしなびたちぶさを恥ずかしげもなく見せびらかす女っていうのを風刺的に書いてるんですよ、この人が。この吐き気を催させるしなびたちぶさを恥ずかしげもなく見せつける女って、まさにこれじゃないかと。これは1513年に描かれた絵とされてる。チグシン第三では1511年なんですよ。でしかもエラスムスとマサイスは親しいと、まさしくこのエラスムスがチグシン第三で描いた年取っても色気づく女性を皮肉った絵じゃないのかと、うん、赤い花を持ってるっていうのもね、赤い花ってのは婚約の証だぞと、まだこの年になってもまだ男あさりをするみたいなことを、強欲を批判したエラスムスの文章を絵にしたんではなかろうかという説が、まあ、よく言われるんですよ、うん、まあ、なんとなくそれでもう納得してるんですけど、これ個人的には、いやそうなるとちょっとおかしなことになりませんかってずっと思ってたんですよ、うん、というのはこの作品は実は18世紀ぐらいまではレオナルド・ダ・ヴィンチの作品だと思われてたんですよ、うん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。